タレントのヒロミ、54? が20日、と、田中貴金属の時価総額1億5000万円、純金製人生ゲームを披露目イベントに出席した MDMA 所持として、麻薬取締法違反で逮捕された沢尻エリカ容疑者、33、について、残念、 自分でやっちゃったことですからね、何とも言えないけどと話した。その上で、こう言うとあれだけど、ねは、感情的になったのは、彼女の間違いだったと思います。ちゃんと反省して、また頑張ればいいと思いますと話した。闇営業問題で謹慎中の雨上がり決死隊、宮迫博之。 49の復帰については聞いておきますよ。明日、さんまさんと一緒なのでと微笑んだ。芸能人として危機管理も備えと話した。仕事をしている上で何かあれば謝るじゃないです。謝るということはその備えがなかったという俺が何かしたら、 キャラ的に叩かれ方が強めだと思うんですと、自虐的に話した。俺がもし税金を払ってなかったら、結構、みんな強めに叩いたと僕がメールを送っていたら、相当きついアレになっていると思うので、そこは自分で認識をしているの。薬物を含めそういうことをしないようにはしている。 それもそんなの一つだと思うとか。